バンシー・バンシーは、アイルランド及びスコットランドに伝わる、女妖精である。人の死を叫び声で予告するという、バンシーの叫びが聞こえた家では近いうちに死者が出ると、されるが、死が近い人の家すべてに現れるというわけではなく、純粋なケルトやケール系の家族の元にしか来ないとも、言われる。1692年の、いわゆる、多くのバンシーの叫ぶ声のした死者は、 勇敢な人物か、聖なる人物であった証という。アイルランドやスコットランドの旧家には、その家固有のバンシーがいて、故郷を遠く離れて暮らしている者にも、故郷にいる一族の死を伝える。アイルランド地方に伝わる一説では、バンシーは長い黒髪で、緑色の服に灰色のマントを着た女性の姿をしているとされるが、叫びが聞こえるときは、その姿は見えないという。 その叫びは、ありとあらゆる叫び声を合わせたような、凄まじいもので、どんなに熟睡しているものでも飛び起きるほどである。また、バンシーの目はこれから死ぬ者の,のために泣くので、燃えるような赤色をしているという。妖精が自身と交わった相手に加護を与える例として、バンシーの垂れたチブサを吸った人間は、彼女の養子になることができ、望みを叶えられると語られている。ただ、その行為については、 乳房を吸う度胸のある人、垂れた乳房を吸うことができた大胆な人間とする説の、ほか、バンシーと接吻することができた人というものもある。バンシーとは、ケルト語の、クェアリーの女という意味の言葉から来ており、ベンシー、ベンニーア等々の別名がある。ゲール語では、嘆きの妖精以外にも、泣き女という直訳もなされる。ウィリアム・バトラーイエッツによれば、奏霊での農民の行う。 英語で、ケーン、ゲール語で、クイーンと呼ばれる、弔い泣きは、バンシーの模倣であるという。ただ、クボタユーラホカチョ、アンデッドでは、泣き女の種族が先にあり、それが、一族のある者に死が近づくと出て嘆くバンシーへと変化した可能性を示唆している。バンシーの民話はアイルランドからスコットランドにかけて、伝承されており、その姿形や振る舞いなどは多様性に富んでいる。 また、カナダへ移住するオグラ大化についていった者がいるほか、移民などによって一部はアメリカにも伝わったようで、独立戦争時のアメリカ南部に、霧の夜、アビのような声を上げながら、黄色い髪を振り乱し嘆くバンシーの伝承があったという。またバンシー信仰の変化した者として、自分のお気に入りの者の,の死や病気を嘆くこともある。緑のグラシュティグが、便利やとは、 何の関わりもないにも関わらず、バンシーとして語られているというものがある。バンシーは、マック・かオーで始まる、生の家に属するといい、オグレディア、オニール家、オブライエン家、オコナー家に属しているというが、キャサリン・エム・ブリックズ、妖精時点には、スコットランド、アイルランドとスコットランド高原地方では、浅瀬のすすぎ女あるいは、水辺のすすぎ女という名でも知られている。 彼女は出産のために早く死んだ女の例で、本来の寿命が尽きるまで洗い残した自身の衣服を洗わなければならないという伝承がある。が、より有名な伝承は、地に染まった男の強化扉を洗うことによってその男の死を予告するというものである。水木しげるは、ビアンニーを紹介する際、三軸で死んだ女の例とし、そのような悲劇の例とされるものが、 反世界的にいる胸を指摘しているが、キャサリン・ M ブリックズは、他の妖精と比べて、バンシーが、人につく幽霊としての妖精と違う点を指摘し、ブラウニー伝承に出る、属する、家の者から肩掛けを与えられた妖精が逃げた話が、クーンチアフ派にもある胸を紹介している。また、屋根に止まったカラスを、バンシーだと説明されることから、ズキンガラスの姿をするとされる女神バウの神話の、 変化したものという説もあり、バンシー伝承の起源は他の要請と同じく特定が困難である。第二次世界大戦中のドイツ空軍のロンドン空襲に際しての空襲警報のサイレンをバンシーの叫びと呼んだ。ジェイカイワイルドの説によれば、アイルランドのバンシーは、かつては隠して死んだその家の美少女の幽霊であるとし、妖怪と精霊の時点は、アイルランドのベンシーは、 美女の形をとると言っている。スコットランドのバンシーは、他の妖精と同じく、美空が一つの花、大きく突き出した前は、垂れ下がったチブサという描写をされる。他、各地で語られる、バンシーあるいはその別名、類似したものを挙げる。スコットランドの高知地方、西方の島、また北東部のバンフシャーに伝わるバンシーで、小柄で、緑色の服を着、赤い水かきのある足を持つ。 また彼女に見られる前に彼女と川の間に入ることができれば三つの願いを叶えてくれると言われ、また三つの質問にも答えてくれるが、その際彼女からの三つの質問に答えなければならないとされる。彼女の垂れたちぶさを吸うことができれば、ベン・ニーヤの養子だと主張できるという、スコットランドの高知地方におけるバンシーの別名で、フーアの類。災難がある前の新月。 滝のあたりで泣き叫ぶと言われ、姿は見せないとされる。スコットランド西部のアーガイルシャー、ヘブリディーズ諸島のいくつかの島には、緑色の短いガウンとスカート、山の高い白い帽子をかぶった小柄な女性か、少女という形をしたクーンチアフ派が、使える家で死者の出る前に泣き叫ぶ。アイラ島では、クーンチアフ派が、その作業を邪魔した人の足へ濡れた、アマフを叩きつけ、 理科なくしたという話が伝えられている。またウェールズではカヒライスと呼ばれる姿は見えないが伝染病や災害による大量死の前触れとして恐ろしい声を上げるものが伝えられている。このクーニアックのウェールズ版のほかウェールズ西部のカーディガンシャーにグラッハーフリビンという女妖精が伝えられている。これはもつれた髪の毛と黒く伸びた歯。 不釣り合いに長くしなびた腕、という具体的な形をし、警告を与えたい人間へ姿を見せずにくっついていき、親族が十字路や小川に行くと、地面や水面を叩きながら死ぬ人について、ゾッとするような声で叫ぶ。時々、数日後死ぬ者が直接聞くことがあり、その場合は、声が不明瞭であるという、ナルニア国物語の白い魔女のモデルであると、言われている。また、 ハリーポッターとアズカバンの囚人では、マネオ・カイボガートが変身する生徒の恐怖の対象として登場した。山岸良子の漫画、バンシーでは、不遇な女性の精霊都市一部のファンタジーゲームでは、アンデッドとして扱われている。ウィキメディアコモンズには、バンシーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。